ナンシー・ロペスはアメリカ合衆国の女子プロゴルファー。1977年からルプがツアーに参戦して以来3つのメジャー大会を含む48勝を挙げている。ロペスはカリフォルニア州トーランスで生まれた。12歳でニューメキシコ女子アマに優勝し、1972年と1974年の全米女子。 ジュニアアマチュアゴルフ選手権にそれぞれ15歳と17歳で優勝している。1975年に18歳で全米女子オープンにアマチュアとして出場し2位体という結果を残した。1976年にはタルサ大学での活躍により全米女性年間最優秀スポーツ選手の称号を与えられた。 大学女子競技スポーツ連盟の全国大会に勝ち、カーティスカップ、エスピリトサントトロフィーのアメリカチームのメンバーとなった。大学を2年で去って1977年に、プロ入り、この年に、全米女子オープンで、再度2位に食い込んだ。ループがツアーに初めて、フルシーズン出場した1978年、ロペスは5連続勝利を含む年間9勝を挙げた。彼女は、 スポーツイラストレーテッド氏の表紙を飾り、年間最小平均スコアを記録したプレイヤーに与えられる、ベアトロフィー、ループがルーキーオブザイヤー、ループがプレイヤーオブザイヤー、さらに AP 通信アスリートオブザイヤーを獲得した。1979年にも年間発祥に輝いた。 1980年から1984年まで、毎年複数のトーナメントに勝利した。再びフル出場した1985年のシーズンは、年間5勝を挙げ、2位に5回、3位にも5回食い込み、賞金女王、年間最小平均スコア、ルプがプレイヤーオブザイヤーのタイトルを獲得し、2度目の AP 通信アスリートオブザイヤーにも輝いている。 1986年は、次女の出産のため4トーナメントにしか出場しなかったが、翌年復帰すると1987年から89年にかけて、毎年複数回優勝した。1988年と1989年は3勝ずつ上げ、1988年には再び、プレイヤー・オブ・ザ・イヤーの栄冠を勝ち取った。 産場を出産した1990年代の初めには、再度出場試合は減少した。1992年は2勝した。その後2002年までは、年間に11ないし18程度のトーナメントに出場を続けていたが、2003年には年間数試合まで減少した。ロペスは、 女性ゴルフ史上の偉大なプレイヤーの一人であり、70年代後半から80年代にかけての最高の選手とみなされているが、メジャータイトルの獲得数はさほど多くなく、特に全米女子オープンでは一度も勝つことができなかった。全米女子オープンでは4度にわたり2位になっており、特に最後の1997年には4日間、 すべてのラウンドを60代のスコアで回った初のゴルファーになったにもかかわらず、アリソン・ニコラスの後陣を排した。彼女が手にしたメジャータイトルはすべて全米女子プロゴルフ選手権で、1978年、1985年、1989年の3回優勝している。ロペスは1987年に世界ゴルフ殿堂入りを果たした。 1990年にソルハイムカップアメリカツアーチームのメンバーとなり、2005年にはチームのキャプテンを務めた。2002年に定期的なトーナメント出場から引退し、その後2007年と2008年に復帰を試みている。復帰したシーズンは6つのトーナメントに出場し、すべて予選落ちした。全員12ラウンドのうち、 80を切ることができたのは3ラウンドのみであった。2008年には3大会に出場した。ベストスコアは76で、いずれも決勝ラウンド進出は果たせなかった。2009年8月現在、ロペスは、ループがルーキーオブザイヤー、ループがプレイヤーオブザイヤー、ベアトロフィーを同一年に獲得した、ただ一人の女性である。彼女の会社、 ナンシー・ロペス・ゴルフは女性向けゴルフクラブのフルセットとアクセサリーを製造している。また彼女は時折テレビ解説者を務めている。ロペスは1979年にスポーツキャスターのティム・メルトンと結婚するも1982年に離婚。その年の10月にメジャーリーガーで後にワールドシリーズで MVP を受賞したレイナイトと再婚。 三人の子供を設けたが2009年に離婚した。通算48勝。太字はメジャートーナメント大会。現在クラフトナビスコ選手権として知られている。このトーナメントは1999年までナビスコダイナショア大会であった。2000年にナビスコ選手権になり、2002年に現在の名称となった。 全英女子オープンは2001年からデュモーリエ、クラシックの代わりにループが、メジャー大会に昇格した。LA イコールローヌピ p イコール出場せず、カットイコール予選落ち WD イコール危険、ドラゴンクエストイコール出場資格なし、イコール、メジャー大会ではなかった、T、イコール複数の選手と順位を分け合ったグリーン値は、優勝、黄色値は、トップ10入りを表している。 ありがとうございます。